鹿児島市の人工島マリンポート鹿児島の工事が終了し、今日から全面的に利用ができるようになりました。マリンポート鹿児島は県が1999年から267億円をかけて整備してきました。これまでに大型クルーズ船が停泊できる港のほか、噴水などのある浸水広場やヘリポートなどが整備されましたが、このほどおよそ9ヘクタールの芝生広場が完成し、一期工事分のすべての工事が終了しました。今日はすべての施設が利用できるようになり、セレモニーが行われました。完成した広場では市民らが早速ランニングなどを楽しんでいました。すごく綺麗で眺めも良くて、素敵な公園だと思います。犬の散歩とか結構みんな来て、芝生とかいっぱいあるんで、船も観光船とか結構見に来たりとはしてますね。セレモニーには県内では最後の公務となった伊藤知事も姿を見せました。伊藤知事の任期は今月27日までです。なかなかいい緑の空間が出来上がったのではないのかなと思いますね。少しは私のふるさと泉に行きますので、住めるようにしてありますので、荷物がちょっと多すぎるのでどうするかっていう問題になります。なんとかなるでしょう。詳細は確かにまだ書いてありますね。そう、自分の家だからのんびりとして時間が流れるでしょう。一方、マリンポート鹿児島の2期事業およそ 42.3 ヘクタールについては、県は今のところ着工する予定はないとしています。